ニッキー・クックは、イギリスのプロボクサー。イングランドタワー・ハムレッツク・ステップニー出身。元 WBO 世界、スーパー・フェザー級王者。1998年12月11日、ショーン・グラントとデビュー戦を行い、初回2分28秒小勝ちを収めデビューを白星で飾った。1999年11月27日、ジョン・バーンズと対戦し、 6回判定勝ちを収めた。2000年6月16日、サレム・ボー・アイタと対戦し、6回判定勝ちを収めた。2001年12月19日、マルセロ・ガブリエル・アッカーマンと WBF ・インターコンチネンタル・スーパー・フェザー級、王座決定戦を行い、3回46秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2002年4月20日、 ジャッキー・グングルザと対戦し、グングルザの4回終了時期険により、WBF インターコンチネンタル王座の初防衛に成功した。2002年10月5日、リバプールのエコーアリーナ・リバプールでゲイリー・トーンヒルと対戦し、7回 TKO 勝ちを収め WBF インターコンチネンタル王座の2度目の防衛に成功した。2003年2月8日、 エシェック・コンドワニとコモンウェルス・イギリス連邦・フェザー級、王座決定戦を行い、12回1分12秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2003年5月31日、ロンドンのヨークホールで、ダビット級と対戦し、2回1分35秒小勝ちを収めコモンウェルス王座の初防衛に成功した。2003年10月24日、アンエテ・ラーイヤーと対戦し、 12回判定勝ちを収め、コモンウェルス王座の2度目の防衛に成功した。2004年3月20日、ロンドンのウェンブリーアリーナで、エブ・オシュー・フェザー級王者カール・トーマスと対戦し、9回1分9秒小勝ちを収め王座獲得に成功した。2004年10月8日、ジョニー・ベグへと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収めエブ王座の初防衛に成功した。 2005年6月16日、クックの保持する、コモンウェルスイギリス連邦フェザー級王座並びに、エブ欧州フェザー級王座とダッツ・ウィリアムスの保持する、ウバーバック、英国フェザー級王座をかけ対戦し、2回2分1秒小勝ちを、収めエブ王座は2度目、コモンウェルス王座は3度目の防衛、ウバーバック王座獲得に成功した。2006年2月24日、有利ボロニンと対戦し、 12回3から0の判定勝ちを収めエブ王座の3度目の防衛に成功した。2007年7月14日、ロンドンのオーニアリーナでファンマヌエル・マルケスの王座返上に伴い、WBO 世界フェザー級王座決定戦をスティーブン・リエバノと行い、プロ初黒星となる11回29秒小負けを、キッシュ王座獲得に失敗した。2008年9月6日、 マンチェスターのマンチェスターアリーナで WBO 世界スーパーフェザー級王者アレックス・アーサーと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2009年3月14日マンチェスターアリーナでローマン・マルチネスと対戦し4回2分20秒 TKO 負けを喫し WBO 世界スーパーフェザー級王座の初防衛に失敗王座から陥落した 2011年7月16日、リバプールのエコーアリーナリバプールで、WBO 世界ライト級王者のリッキー・バーンズと対戦し、初回1分33秒 TKO 負けを必死に階級制覇に失敗した試合を最後に現役を引退した。ありがとうございます。